この司法の世界って何なんだろうって、何が正義なんだろうって思うと、もう裁判所は常に中立な第三者だぐらい信じてるんですよね、うんはい、いやそんなんじゃないよって言って、うん、捕まって初めて分かる刑事司法って名付けてますけども、うん、もっと一般の方が理解していただく、AI が司法を裁くようになったりするんですね。今のそのね、ハンディキャップマッチよりはマシになるかなとか、捕まるぐらいすごいもの作れた、考えたらもう作っちゃう、いつか誰かのためになるっていう公共性みたいなことを思ってらっしゃったんじゃないかな。それぐらいの人間じゃないと金子の領域にはいけないので、それで捕まったら僕が言えばいいんですよどうしたらいいんですかね。唯一可能性があるのがもっと、今後もいろいろ出てくるじゃないですか、特に AI とか、はい、あとは、はい、いろんなあの新しい技術が出てくると思うんですけど、そういう時にどうしたらいいのかっていう、なんかこうやったら司法が良くなるっていうアイディア、お二人からありますかね。もうおまわりさんの教育は難しいですよね。もうこんずっとおかしいおかしいって言われて、世界からもう国連から名指しでおかしいって言われてるんですよ、ね、中世で。これがすぐ変わるかって言われたら、うん、なかなか変わらない、うん、唯一可能性があるとしたら、その実際の刑事をもっと一般の方が理解していただくとか知る機会が必要だなと思ってて、うん、皆さん刑事はもうなんか、ね、おまわりさんは公平で、もう裁判所は常に中立な第三者だぐらい信じてるんですよね、うんはい、いやそんなんじゃないよって言って、うん、捕まって初めて分かる刑事司法って名付けてますけども、うん、そういう実態をもう少し知ってもらいたいっていうのはあります。そういう意味ではこのネットのこのニュースとかすごく重要だと思うんですよ、うんはい、その札回りとかではなく公平な話になるということを期待して、まあ、ウィニーもそういうその情報が出るというのは期待して作られたものでもあるんですよ ね、 で、 すよね、うんはい、でもそれこそ AI が司法を裁くようになったりするんですね。裁判官が AI になったりするかもしれない、うん、それは、うん、それで OK だとみんなが思うようなコンセンサスは多分100年後でも起こらないと思うんですけど。なるほど、うん、僕は意外にそれでいいかなとか思ってしまうんですけどね、うん、それでいいんですか今のそのね、ハンディキャップマッチよりはマシになるかなとか。なるほど。このハンディキャップマッチがなくなることっていうのはもう全然期待できない、ね、取り調べの可視化なんても中途半端で終わってますし、はい、ものすごく難しいと思います。なるほど。一応改革は進んでるじゃないですか、まあ、今おっしゃった取り調べの可視化とか、部分的に録画、はい、録音ができたりとか、はい、あとまあ自白偏重やめていこうみたいな流れってどうやってますか今。今、はい、いや逆に自白を取る重要性が問題になってるというか。ああなるほど、はい、うん、誰も署名してくれなくなってきているので、うん、そんな簡単には、はい、だからそこをどうやって取るかみたいな技術が問われているので、なるほど、で取ったらかえって価値が上がるみたいな。そうですね、ちょっとなんか絶望的ですね、はい、どうですか、なんかいろんな議論もあるんですが、フェアユースとか、はい、あとアミカスブリーフみたいな、はい、なんかもうちょっと第三者が裁判所に意見できたらいいんじゃないかみたいな、はい、フェアユースはですね、はい、もう何回か議論になってるんですよ文化庁で、はい、うん、その度にいろんな関係団体の圧力で潰されている状況で、そんなにアンフェアにしなきゃダメなんですかと思うんですけど、フェアユースは絶対入れるべきだとは僕は思ってます、うん、あ、はい、なるほど、全てに対応できないんですよね、うん、そうですよね、はい、そのために法律を作ればいいじゃないかって言われてますけど、うん、IT の世界ってやっぱり早いので、うん、待ってたら10年かかっちゃうとかだったら、うん、その間にビジネス潰れちゃうんですよね。そうですよね、だからちゃんとした公平な公正な理由があれば、はいはい、著作権者に、まあ、許可を取らなくてもどう使って、はい、まあ、ネットですよねこれ、はい、うん、それなんで日本では浸透しないんですかね。もう文化庁の、はい、審議会とかに入ってるメンバーを見ればわかると思いますね、はい、でアミカスブリーフっていうのは、はい、裁判所に第三者が、まあ、第三者から意見募集して、はい、やるんですよね。それで意見を聞いて、はい、で場合によったら専門家を呼んで聞いてっていうことでやる制度があって、はい、特許事件に関しては一部採用されてます、うんうん、ただ刑事事件ではないんですよね。で刑事事件って証拠の制限が行われますので、うん、第三者の方が意見書いても基本的には証拠にできないんですよ。なるほど、うん、でそういうのでも一般人の感覚からしておかしいでしょみたいな事件が結構あるんですけど、うんうんうん、それを
意見として載せることができない。すごく難しいので、うん、ただ最高裁に上げるときに事実上つけたりとか意見書事実上見てくださいみたいな感じでつけてて、うん、それが最近有効になっている場合もあります、うん、最近ベトナムの方が死体遺棄に問われた事件とかあって、はい、それ最高裁逆転無罪取ったんですけども、うん、その時もアミカスブリーフ、まあ、アミカスキュリエっていうんですけどね手続きとしてはアミカスキュリエのに参考に皆さんの意見120通ぐらいあったそうですけども、それを全部閉じてで出したっていうのはやっています。うん、でもやっぱりどんどん意見みんなが言えるようになった方がいいですね。うん、そうですね、絶対に。うん、でこれって実は刑事事件です、誰もやってなかったんですよ、はい、で最初にそういうのを戦略的にやったのがウィニー事件だと思うんですよ。あ、最高裁になるときに皆さんの意見くださいって言ってやったんですよ。結構集まったんですか。あ、結構、はい、いろんなところに集まってそれを出して、でそのイノベーション止めるなっていう話をしたら最後それが通ったという。あ、でもそれなんで広まらないんですか。だから裁判官も分かんないじゃないですか、はい、ウィニーとか。じゃあ詳しいですよね、詳しいエンジニアの人とか、いやこういうことですよっていうのを中立的に言えば、はい、みんながハッピーなんじゃないですかね。制度としてちゃんとできてないから、はい、制度としてやるべきだと思うんですよね。こういう社会的な問題になるものについてはやっぱりそういうアミカスキュリエとかやって募集するっていうのは必要だと思います。うん、これは別に法律に書いてあるとかで やってもいいんですか。誰でもやってもいいですが、はい、今その刑事事件の手続きとしては用意されてないので、で用意されてないことはやりたくないっていうのが裁判所ですから。なるほど。やれって書かないとダメですよね。でそうするとやれって書けばちゃんと証拠として採用されて、はい、議論に入ってくる。そうですね。一見よくわからない有罪かもしれないけど、はい、社会常識的におかしいじゃないかっていうのは結構あったりするんですよ。うんうんうん、そういうのは無理くり有罪にしてしまったりとかする事案もあるんですけども、そういう事案でおかしいということでその無理やり有罪にすることを止めることにはできると思います。なるほど。うん、やっぱり裁判官って世間連れしてるんですか。それはそうですね。それ僕の口から言っていいのかわからないですけど。どんどん言ってください。なんかどこの地裁の裁判官とは言わないけど、しかも今の人じゃなく以前の人で、その弁護士さんが話してた時に、検察の起訴状をまず読んだら、それがそのまま主文になるみたいな。あ、もうその時点でそれが刑事事件で有罪無罪って考えないで、もう起訴状にある言葉をちょっとずつ並べ替えていろいろ後半とかはやるけど最後主文になってるって、はい、コピペじゃないですか。コピペっていう方もいらっしゃるって言いますね。はい、まあ主文はまあ犯罪事実記載に従っているので、まあ似ちゃうのはそうですよね。いやもう起訴状を見た段階で有罪か無罪か分かるよとか言ってる人おるんですよ。もう鼻から有罪だと思ってるから。いやお前それは自分の、ね、量刑が狭いということ、そんな言わっていうことないだろうと。そんな感じですよね。でも一応この審理というか議論するじゃないですか、ね、やっぱり裁判でも金子さんが実際プログラムを動かしたりとか、うん、あれとかすごい感動的なんですけど、そういうのを見て議論って深まらないんですかね。あ、確かに検察がこういうこと言ってるけど、うん、あ、ちょっと違うんじゃないかとか。大学の専門以外ではフリーソフトを作ってきました。その中で代表的なものはありますか。ネコファイトというものがあります。それはどのようなプログラムなんですか。物理演算ベースの格闘ゲームで、人体の挙動をリアルに計算したプログラムです。では少し動かしてみてください。はい。このように格闘させることができます。このネコファイトには AI を搭載しています。 AI の方式は単なる3層ニューラルネットで、学習アルゴリズムは私独自の ED 法です。ED 法はバックプロパゲーションが実際の神経系のメカニズムではありえないんじゃないかなと私が考えて開発したものなんですけれども、学習速度が非常に速いのと中間層を追加すると性能が無制限に向上できるという特徴を持ったアルゴリズムです。私の方では実際の人間の脳みそ、本物の脳みそもこのような学習アルゴリズムなんじゃないかなと思うんですけれども、もちろん確証はあります。いや、あのシーン最高でした、裁判で。あれ どんな気持ちで演じてました。いや、これがまた難しいのが、はいはい、もちろん一言一句当時のセリフとか実際の言葉をみんなが覚えてるわけじゃないし、抽象的な中からエッセンスを引き抜いて具現化するっていうことが多分、ね、こういう実力もののお芝居だと思うんですけど、
台本だけ読んだ時は結構ぶっ飛んでるからこれやるんかって思いながら、はい、そこに整合性をつけないとあのシーンの前はちょっとあの不安でずっと酸素ニューラルネットワークとか言ってたじゃん。 ED4 ED4 そうそう学習アルゴリズムみたいな私独自の ED4 で、はい、普段はもうセリフが入ってるからそんな練習しないですけど、うん、あそこはされてましたね。そうかつあれ追加セリフだったんですよね。あそうなんですね。そう、うん、まあ、ああいう場面があるから良かったんですけど、今後どうやってそういうのを世間に伝えていけばいいんですかね。難しい技術とかテクノロジーとか、まあ、司法の人に理解してもらわなきゃないですよね。うん、うん、難しいですね、うん、はい、まあその時考えるぐらいしかないですけど、はい、そうするとまあ第2第3の金子さんが出てきちゃうじゃないですか。そうですよね、うん、ただね言いたいのは、うん、捕まるぐらいそこでも作れと、あそれは言いたいですね、うん、もう捕まるかどうかなんか考えて、うん、作ってるようじゃダメなんですよ。なるほど。もうできるもう考えたらもう作っちゃう、うん、それぐらいの、ね、人間じゃないと金子の領域にはいけないので、あ、もう結局捕まるかどうか考えて、考えた末にどうでもいい誰も使わないしょうもないものを作ってしまうとかなったら困るので、うん、もう世界が驚くぐらいのものを作ってほしいです、うんうん、それで捕まったら僕を呼べばいいんですよ。何先生呼べばいいんですか。はい、そうですでもあれですね、やっぱな時間がかかりすぎですよね。もう7年半とかちょっと、うん、でもない時間、ね、なんでこんな時間かかっちゃうんですか。まあ地裁から高裁のトライアルが始まるまで2年かかりましたからね。 それはなんでそんな時間かかっちゃう。でもこっちが書面出すじゃないですか、1ヶ月で書面出すじゃないですか、うん、はい、向こうから3ヶ月ぐらいかけて書面が来て、また反論を書いてとかってやってると時間がかかったっていうのが一番大きいですね。やっぱそのスピード感が今に合ってないですよね。特にそういうスタートアップとか、うん、メディアとか、うん、唯一良かったのはやってる途中に iTunes と YouTube が始まって、要するにこういうもんでしょっていう説明ができたという。一発で分かった、はい、なるほど。裁判官もそういう YouTube とかやってるんですかね、 iTunes とか。それは、はい、理解してたと思います、はい、もうその時は各政党がチャンネル作ってて、あ、はい、こういう使い方もあるんでしょとか、うん、そういうのを示せるようになったんで、うん、で地裁の間は結構違法にしか使い道がないみたいな散々言われてたから、はい、いやいやこういう使い方もできますよねっていうことを示す上では良、かったんですよね、うん、無罪を取るっていう観点では良かったんですけど、日本の産業という観点から言うと黒船に全部やられてしまったよねという。もう無理ですか挽回。同じ分野では難しいんじゃないですかね。ただ唯一可能性があるのが、もっと高ファイル高品質な動画を求めるようになって、今の YouTube ってものすごいサーバー費用かかりますから頭打ちになってきた。そういう時にまた P2P の復権って話になってくると、また日本が入る場はあるかなと思いますけども、どうしたらいいんですかね。なんか本当にこれなんか前向きにこの番組を最後終わりたくてですね、はい、まあ、こういう風にすればいいのかなみたいに、はい、フェアユースに関してはもっと声上げてください。フェアユース、あー、はいはい、どういう風に声を上げるのがいいですか。もう、うん、一般の人からもそんなに求められてないとか言われてるんですよ。あ、いやいやいや、そんなことないよと、うんうん、でそういう国民の声っていうのはやっぱり大きいので、うん、そういう制度を設けるようにした方がいいと思いますよね。あ、なるほど。今まで、うん、裁判って言ったらほぼほぼ負けなんですよ、はい、それが怖くて著作権が絡むビジネスでできないんですよね、うん、それが思い切ってできる人が出てくる。なるほど。あれですね、アメリカだと Google 対 Oracle っていうのがあって、ね、Google がちょっとソース API を使って面白いものを作った時に、いやそれは著作権法違反だって言われないで、うん、いやそれはいいよと、全体のイノベーションを考えたらそこは許すよみたいな発想じゃないですか、はい、やっぱそういうのがどんどん増えるっていうことですか、ね、そうですね。うん、なるほど。そこは潰されにくくするっていう観点で、うん、あとは潰すか潰さないか以前に立ち上げる人が圧倒的に少ないので、あ、もうそういうビジネスを立ち上げる人を育てていく必要がある、うん、まさにもうこの動画を見て俺はできると思って手を挙げてくれることが重要だと思います。僕はまだ可能性はありますか。 もちろん日本にもあるとは思います、うん、いやでも良かったですね本当に。まあいろいろ大変だったけど、金子さんが蘭先生と出会わなかったらもっとどうなったか分かんないっていうか、うんうんうん、なんか争うこともなく、ね、有罪事件になった可能性もあるとは思いますけども、うんうん、ただ今思うとその7年半という時間を使ってしまって、はい、その間の彼の可能性を積んじゃったという部分もあるので、はい、うん、もう毎日のようにあそこで争うべきだったのかどうか、
でも今日は争ってよかったなと思ったりとか、あそこまで争わずにパソコンやらせてあげた方がよかったなとか思う日もあったりとか、いろいろ変わりますね。その7年半の間は触れなかったんですね、パソコン。触れても公開はできなかった。公開するときは僕の確認を取ってくださいということでやってたんですけど、彼公開してみんなの意見をもらってじゃないとなんか発想が思いつかないんですよ。ああ、なるほど、はい、でも一番最初に戻るんですけれども、はい、やっぱりバグを見つけるのとかって、うんうんうん、同じ目線で物事を見れるプロ同士が、はい、その意見をぶつけてくれたりっていうのももちろん大事だし、うん、あとその言葉の中には例えばドアを開くこの挙動っていうのはプログラムでやる、うん、表現するのすごい難しいらしくて、金子さんは趣味というか生きがいというかこのドアをパタンパタンって開けるプログラムをずっと作ってらっしゃったらしいんですけど、でもそのドアに限らず他のプログラミングもやっぱりいつか誰かのためになるっていう公共性みたいなことを持ってっていう時にダンさんのご意見だけをっていうんではなく、周りの多くの人たち見も知らない人たちの意見も求めてバグを修正だったりさらに発展性をっていうことだったりして思ってらっしゃったんじゃないかなと。なるほど、うん、ダンスどうですか、やっぱりそういう思い。彼が聞いてたのは本当にあのフライトシミュレーターを作るときに、うん、宇宙に行けたら面白いというから、はい、じゃあ宇宙に行けるのしちゃおうとか、うん、そんな感じで人の意見面白いと思って採用しちゃうんですよね、はい、で彼はよくやってできないことはないって言っていつも言ってたんで、なんかそういうチャレンジをあの言われるとやりたくなるらしいです、うん。でそれも一人で作るというよりはみんなの意見を聞いて巻き込みながらやっていくのがすごく今っぽいですよね。そうですね。あとご家族の方とか、うん、あの取材とかされたと思うんですけどはどういうふうに総括されてましたか。公開初日の舞台挨拶の裏で、そのご挨拶していただいた時に、うん、まあ、ずっと闇に葬ったようなものだったと、まあ、勇ちゃん金子さんの話は、うん、ただそれがこういう普通に日の光を浴びるようなこんな宝物のような作品になるなんて奇跡ですってお姉様がおっしゃってるのを聞いて、うん、よかったなって思いましたね、うんうん、お姉さんはね、あの無罪となっても警察にご厄介になった人っていうことで批判をやっぱり受けてたみたいなので、うん、それをすごく気にされてたんで、うん、もうこれで弟さんを恥じることはないでしょうっていう話はさせてもらいましたね、うん。ダンス先生どうですか、あの、はい、今後新しい技術が出てきたときに、はい、司法ってどうあるべきだと思いますか、ね、この事件を少しでも反省してもらって、うん、そこを判断するのは裁判所じゃない国会だっていうことを理解してもらえたらと思うんですけど、国会、はい、アメリカではあの結構有名な事件でそういうイノベーションの分野についてる判断というのはあの議会が行うべきだということを言ってる有名な判決があるんですよね、うん。日本全くそんな感じじゃなくて、もうとりあえずユーザーにできるかどうかを一生懸命考える、あのそういうのではないで、はい、その国会で議論すれば、まあ、余裕がある余裕というか、はい、議論の幅が広がりますよ ね、 そうですね。この人が悪いのかいいのかっていうのは、はい、じゃあこの技術を使ってどううまくいくかとか、まあ、確かに悪いやつもいるから、はい、じゃあ悪いやつを排除するにはどうしたらいいのかみたいな、はい、うん、それを法律を作っても拡大解釈して一生懸命ユーザーになる理屈を考えているというのが今の現状ですからね。なるほど、うんうん、金子さんもその不備は分かったじゃないですか、うん、で、はい、このコードを書けば治るみたいなこと分かったんですよ、うん、だからそれやらせてあげればよかったですよね。あれは実際に裁判でそこだけ罪に問わないということはできないかって言って言ったんですよ、うん、検察に、うん、応じれないって言われました、うんもう、ね、法廷で司法取引を問いかける弁護士も弁護士ですけどえらい司法対応されまして、だったら無理だよねって言ってね、周防正行監督のそれでも僕はやってないって映画ありますけど、うん、何が真実なのか、でも逮捕されて痴漢って言ったらもう一発で社会的にアウトじゃないですか、うんうん、この司法の世界って何なんだろうって、うん、何が正義なんだろうって思うと、うん、だから一つの情報を信じ込まないというか、うんうん、いろいろ考えてっていうことがみんなすべきなんじゃないかなと思います。そうですよね、うん、あとまあ最後にこの映画出て結構評判じゃないですか、なんか どんな反響がありますか、これ知らなかったとかこういう事件だったのかとか、どういうのが意見が一番多いですかね、うん、僕
もう誰でも僕にそのメール打てるっていうメールアドレスインターネット上に公開してるんですけど、あ、そうなんですね。そこに生前の金子さんを知る方からものすごい連絡が来るんですよ、はい、もっと同級生だったり、はい、職場の方だったり、うん、あと、まあ、ご友人でも何十年も会ってないのにとかって、うん、結構連絡くださって、うん、それが嬉しいです。なるほど、うん、金子さんの同窓会してるみたいで、なんか、ダンセス、いかがですか。どんな映画で、この事件ってこんなに知られてなかったのねっていうのそれ意外ですねあれとか言って、うん、ただまあこのやつを見て、はい、映画を見て勇気づけられたっていう、こうね、イノベーターの方たちがいらっしゃるので、はい、そういう人たちのなんかね、勇気になったらいいなと思ってます。なるほど、はい、ということでちょっとすごくいろいろと議論して上に、はい、まあ、最後ですね、ちょっとフリップを実は用意してまして、ダンセスありますかね、横に。あ、これか、はい、はい、まあ、あと最後ちょっとぜひこれご紹介したかったんですけど、これ、はい、あのダンセスの本から引用したんですけど、あ、はいはい、あの意見陳述用紙で金子さんが、やっぱり私は、はい、あの本当に今でも科学技術は素晴らしいものと思っていますと、はい、で本当にこれグッときたのはこのウィーニーはやっぱり技術者として自己表現でしたみたいな、これ実際東出さんも朗読されましたよね、はい、はい、うん、そうです。これは、うん、あのそのままやってもらったんですよ、はい、で最初は別の脚本があったんですけど、うん、東出さんが監督を説得してこの通りでやりたいって言って、でももう最初は異論とかもあったんですけど、演技力がすごかったので、もうみんな説得されちゃって、うん、実際ダンさんと金子さんで最後書かれた最終陳述用紙だったんです、お二人で考えて、うんうん、で僕もその通常っていうのを知らないんですけど、うん、通常の最終陳述用紙っていうのはこれこれこうであってこうであってこうであって、うん、私は無罪ですみたいな結びにして名前を言うって、ただそうじゃなくて金子さんの場合は夢を語らせようと、あなたが本当にやりたいっていうことを、であなたの思いっていうのを二人書いてそれを主張しようって言って作られたすごい名文だったんですよね、うん、で金子さんの全ての思いが詰まってたので、うん、用意された台本よりもこっちの方が、で実際にあったものだし、よっぽどね、そのセリフとしての力があるって僕は思って、ぜひこれを読ませてくださいって言って、うん、やっぱりすごい魂込め、まあ、普通の人はやっぱり裁判所で話すってすごい勇気いるじゃないですか、うん、だからこれをおっしゃった金子さんのやっぱ意思をちゃんと受け止めてどうしたらいいのかっていうのを、それをちょっと最後お二人に書いていただいて、うん、あの終わりたいと思うんですけど、もしよかったら、はい、今後こういうことを感じてほしいとか、なんか日本はじゃあこうするべきだみたいなのでもいいですし、なんかちょっと未来に向けてのメッセージをいただけたらなと思います。今気づいたんですけど、2人ともウィニー T シャツなんですね。そうなんです、はいはい、ダンセンセットの、これはオリジナルですか。そう、自分で作りました。これピアトゥーピアっていう技術じゃないですか、はい、それがパーソントゥーパーソンになってるんです。そうそうです、はい、ダンセンセット文字ってるんです。いいですね。そう、僕にとっては人と人をつなぐ技術だった。なるほど、うん、金子さんと知り合ったのもこうだし、はい、あの今こうやって東出さんとこう喋ってるのも、うん、やっぱりウィニーが元でそれでつながっていたものなので、はい、うん、そのやっぱり僕にとっては事件のその部分もあるんですけど、人と人をつなぐ技術だったなと思ってて、そう思いで作りました、はい、最初に言うのよかったいい話だったじゃあ最初ダン弁護士からお願いします、はいはい、もう確かに、はい、戦いです。戦い、はい、もう、はい、やっぱりイノベーションってやっぱり従前のものと圧力が絶対生じるんですよ、うん、それにひるんでいたら絶対あのイノベーション起こらない、うん、必ずあのそういう困難はあるんですけど、それでも戦えと僕は伝えたいですね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、東出さん、いかがですか。はい、自主自立、あ、はい、全然違うこと書いちゃったなんか、はい、ずっとその物事の見方とか云々とかいろいろ今のとかってなんか言ってたけど、全ての生活において人に対してイライラしたり憤ったり、うん、そういうことももちろん大事なんです。なんでうまくいかないんだって思うエネルギーも大事だと思うんですけれども、もう人に期待しすぎたり、こうあるべきだろうって人に、まあ、過干渉になるというか、こうあらねばならぬとかっていう押し付けとかって結構無駄だったりするのかなって。そういう時にその正義中毒じゃないけれども、その善悪二元論に行き過ぎちゃったり、排他的にものを考えちゃったりっていうのは、もしかしたら視野が狭くなってるのかもなって思った時に、
金子さんって多分ご自身の中で、まあ、自立した好きなものがあって、これにのめり込めるって、これにのめり込めるっていうのがある人は強いし、生きてられるし、その他者とか行ったら置いてきぼりになっても好きなものがあるっていうのはすごいなって思うので、みんながなんか自分の好きなものだったり、自分は自立してるとかっていう気持ちを持てるようになったら、もうちょっと社会は豊かになるのかなと、おおらかになったり、と思う次第です最近。せっかく日本で素晴らしい技術が生まれて、こうやって映画も素晴らしいのができて、まあ、いろいろあったと思うんですけど、なんかこれをちゃんと受け止めていく社会にしたいなと改めて思いました。本当はありがとうございます。ダンさん、東出さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。